大学ラボの内井です。今回はですね、2025年の共通テストから始まる情報ですね、こちらの問題をですね、最近ちょっとまあ改めて見る機会があって解いてみたので、これが実際どんな感じの問題なのかっていうところと、難易度どれぐらいの難易度なのかっていうところをですね、ちょっと解説をしたいかなというふうに思います。で、まあ情報についてはですね、今ね、去年とか北海道大学はもう採点しないぞとかいろいろごちゃごちゃやってて、まあ、今年もまた動きがあるとは思うので、ちょっと何とも言えないところですけれども、まあ、そんな中でですね、実際にその情報ってどれめちゃくちゃ難しいから今から勉強しなきゃいけないのかとか、そういったところのですね、疑問を解決できればなというふうに思っています。と結論から言うとですね、問題見たところそんなにめちゃくちゃ難しいわけではない、というかむしろそんなめっちゃ頑張んなきゃ取れないような問題ではないかなと思います。でどんな問題が出るかっていうと、まあ、思考問題見ていただければ明らかだし、まあ、情報のですね、指導要項を見ればですね、わかるんですけれども、まあ、基本的にデータの分析ですね、数学 A の終わりにあったデータの分析とかそこら辺がですね、主に出てくるっていうところと、あと一部情報知識が必要、情報教科としての情報の知識、まあ、QR コードの話であったりとか、そういった知識が必要だっていうところと、あとプログラミングが数問出てくるかなというところになっています。私自身がですね、ちょっと趣味でプログラミングやってたっていうのもあったので、ちょっといろいろ解いてみましたが、プログラミングの問題自体もですね、そんなに難しい問題じゃないというか、むしろ普通に勉強したらですね、解けるような問題なので、そんなですね、めちゃくちゃ頑張んなきゃいけないような感じではなかったですね。まあ、具体的に言うと、オーブンとかイフ文だったんじゃないかなと、なんか具体的な言語があるわけではなくて、プログラミングって言語っていうのがあるわけですよ。例えば C 言語とかね、C シャープとか C プラプラとか、ね、あとなんか ABC 言語とかね、あとなんだ、JavaScript とか Java とか、Python とか無限にあるわけですけれども、そういうのを具体的な言語をやるわけではなくて、あの言語にも共通する概念っていうのがあるわけですよ。繰り返し表現をする場合とか、もしこうだったらこういうふうな処理をするとか、まあ、そういった基本的なその文法っていうのは、だいたい書き方は異なるけど共通していくもので、そういった基本的なプログラミングの書き方、こういうふうな条件だったらこういうふうに書けばいいよねっていうような感じの問題なので、そんなめちゃくちゃ頑張ったり暗記しなきゃ解けないような感じではないです。そうですね、具体的に言うと第3問ですね、実際にスクリプトを立たなきゃいけないのは第3問の問い2と問い3になりますね。なので本当にプログラミングを考えなきゃいけないのは 2,3 問かなとだったはずなので、そんなにがっつりやんなきゃいけない感じではないですね。でその難易度もそんな難しいことではないので、めちゃくちゃ勉強しなきゃできないというわけではないですね。なので、まあ、普通に学校の授業、なんかね、情報を、まあ、勉強する必要はある程度あると思うんですけれども、なんかこう、予備校に通ったり、そのプログラミングスクールに通わなきゃできないのかっていうわけでは全然ない難易度なので、普通に学校の授業を受けてですね、で、ちょこっと勉強すれば解けるような難易度、だし、ほぼ暗記、まあ、結構暗記が多いイメージなので、まあ、暗記というか、覚えた上で使える。覚えていないと分かんないよね、例えば統計のところとかね、覚えてなきゃ無理だよねっていう風な感じなので、まあ、いかにその暗記するかっていうところがやっぱりここも必要になってくるのかなというふうに思うところなんですね。なので、まあ、そういったところですね、なので、まあ、そんなに難易度高くないからあんまりビビんなくていいんじゃないかなという思うところです。まあそんな感じです。2025年の共通テスト、まあ、情報以外もですね、他の教科も含めてですね、めちゃくちゃ変わってくるので、めちゃくちゃ変化するので、だいぶですねちょっと荒れる年になるんじゃないかなと今からちょっとビビっていますが、ぜひですねちょっと頑張って勉強して挑戦してもらえればなと思うところです。はい、というわけで今回の以上です。頑張っていきましょう。